小村を斬首1905年当時の世論は連戦連勝の報道を得て多額の賠償金や領土の割譲を熱狂的に叫んでいた日本を出発する際新橋停車場に集まった群衆は大歓声を上げて見送ったが小村はそばを歩く首相に帰国する時には人気は全く逆でしょうねと語ったといわれる小村寿太郎は1855年に宮崎県に生まれた日英同盟の締結や不平等条約を撤廃したハーバード大学への留学経験があり英語が堪能 日本は日露戦争に勝利したもののこの戦争に約180万の将兵を動員し死傷者は20万人で戦費を国家予算4年分費やしたさらなる継続は困難を極める戦争終結のために小村寿太郎がポーツマス条約を締結したポーツマス条約によって日本はいくつかの特権を獲得したものの戦争賠償金を獲得できなかったそのため条約締結直後には戦時中の増税による待望生活を強いられてきた国民によって日比谷焼討ち事件などの暴動が起こったご視聴ありがとうございますチャンネル登録・高評価をお願いいたします